皆さんこんばんは投資の隠れがいようこそいらっしゃいました是非この機会にチャンネル登録をお願いいたしますそれでは今週の日経平均株価を振り返っていきましょう今週の日経平均株価は前週のリバウンドの流れが継続し12日にはご営業日続進で一時2万6500円を回復する場面も見られましたアメリカドル円相場が落ち着きを見せていることもあり 調整が続いていた半導体株を買い戻す動きが見られ東京エレクトロンなどが日経平均株価の牽引役になりました注目されていた1月12日発表の2022年12月の米国における消費者物価指数 CPI は 予想通り減速して物価上昇圧力がピークに達した兆候を見せました。その結果を受けて、米国連邦準備理事会 FRB が利上げペースをさらに緩めるとして、次回の米国連邦公開市場委員会 FOMC で利上げ幅が前回の0.50%から0.25%に縮小するとの見方が強まり、12日の米国市場ではハイテク株を中心に買われました。しかしかながら 為替市場で1ドル129円台を下回る場面も見られるなど円高が進んだことで1月13日の東京市場は一転して売り優勢の流れとなりましたさらにファーストリテイリングの2022年911月期の現役決算が嫌気されて急落したことも日経平均株価を押し下げる要因となりましたその結果 13日の日経平均株価は一時2万6100円を下回り最終的に先週末比で145円高い2万6119円で今週の相場を終えました今後もボラティリティの高い動きが予想されていますが AI ではここから長期投資を始めようというシグナルが出ていますのでこの動画ではここから投資をしていきます今後投資状況をこの動画で報告していきますのでぜひこの機会にチャンネル登録をお願いいたします それでは明日も絶対に見てくださいねいいかお前ら株式投資は完全に自己責任だぞ自分で考え自分で決めろよ絶対人のせいにすんなよじゃあ明日も絶対見てくれよな